この試合はライト級3分3ラウンド延長1ラウンドで行われます。ライズ141、いよいよメインイベントを迎えました。ライト級の一戦です。63キロ、この秋に行われますワンデートーナメント、残り1枠が空いています。さあ、このどちらかが入ることができるでしょうか。グローブを合わせて分かれました。朝原翔平対するは秀樹。いや、直樹さん、はい、楽しみですね。楽しみですね。メインなんでしっかり締めてくれそうですね。はい、2人ともかなりいい顔してますね。まあ、ライズの歴史をよく知っている朝原、そして秀樹はチャンスがつかめそうでなかなかつかめない男。再びそのチャンスが巡ってきました。さあ、試合開始のゴングです。まあ、秀樹にとっては再起戦という意味合いもあります。さあ、そこに構えている右振ってきます。ステローキック、まあ、改めてあの両者の戦力について比較したいと思うんですけども、直樹さん、はい、それぞれあのどういった点が強いか教えてほしいんですけど、まず秀樹に関してはどうでしょうか。秀樹選手、やっぱりもう体もすごいがっしりしてますし、ね、左ミドルすごい強烈でフィジカルあって、ね、その左のキックですよね、はい、やっぱこれを、ね、軸に組み立ててきますね、はい。一方の朝原に関してはどうですか。朝原選手、まあ、何度もできてテクニシャン、まあ、ディフェンスもすごい上手くてね、あと踏み込み早いんで、踏み込んでのパンチとか速くて見えないって倒れちゃいますね、はい。まあ、本当に長くライズで活躍しています朝原です。以前もあのホーストカップの、ね、ベルトは手に入れましたけども、やはりこのライズで何か称号が欲しいというのはあるでしょうね。そうですね、朝原選手でもいいですね。今日かなりいいと思いますね、はい、仕上げてますね。緊張感があります。やっぱり福井さん、はい、のところ独特の緊張感というのはありますよね。そうですね、なぜかわからないですけどドキドキします、はい。お二方の眼差しがすごく強くて、それに影響されているかもしれないです。あ、なるほど、伝わってきます。しかし秀樹は序盤からプレッシャーかけています。プレッシャーかけてますね、左の蹴りと、ね、やっぱり右を出しました。右ミドルです。まあ、やはりこの原口あるいは白鳥に先を行かれてしまった、そんな思いもあるでしょう。朝原選手は右のパンチ狙ってますね。右から左まで来るから注意してね。右を構えています朝原です。遠藤を入れる、うん、ロー強いローを入れま す, いす、ね、はい。あんまりもらうと朝原もまずいことになります。ちょっと数もらってますね。ローキック右振ってきます。右ガードしました。朝原の右、朝原選手もっと打っても 蹴っていきたいですね、はい。蹴りも上手なんで、右蹴り出したいですね。やっぱりこの右狙ってますか朝原。右狙ってますね、はい、完全に左ハイ、はい、を読んでる。バックローか。残り30秒切ります。第1ラウンド、ナイスロー、ローで返す。右踏み込みます。そして膝、いろんな仕掛けをしてきます。ハイキックはガードしました。朝原残り10秒を切ります。第1ラウンド、ちょっとローの数が心配です。秀樹出てくる、ロー蹴り返しました。朝原ここでゴング、第1ラウンドが終了。さあ、1ラウンドが終了いたしました。いやー、しかし時間が経つのは早く感じます。そうですね、秀樹選手いつも結構ミドル中心なんですけど、今日ローキック組み立ててきますね。そうなんですよね。で、結構朝原もらってるように見えるんですけども、ダメージどうでしょうね。そうですね、朝原選手多分ねローで効かない自信あるから、あんまカットしないタイプなんで、多分相手の蹴りに合わせて踏み込み狙ってますね。踏み込んでのパンチを、はい。まあ、それが右なんでしょうね。そうですね、それ何度も狙ってますね、はい。ただあんまりローキック数もらうとこれはダメージになって見込まれなくなりますよね。あとちょっと印象に悪いですよね、やっぱりポイントも向こうについちゃうかもしれないんで、はい。さあ、1ラウンド、福井さん、緊張感が独特だっておっしゃってましたけど、なんだかやっぱりこれまでの試合とはまた違う、こう空気ってありますよね。そうですね、なんか時間が経つのがあっという間ですし。そうなんですよね、まあ、最後の試合ですからね、せっかくなら KO 見たいです、はい。ここまで判定決着が続いています。さあ、第2ラウンドが始まりました。またローで来ました、秀樹。リラックス、スピードで、スピードで来ればいい。
近くなってますね、さっきより。そうですね、スピードでいいよ、スピードで。この距離ならパンチ当たりそうですね。はい、浅原のパンチも当たります。うん、どっちもパンチも当たりそうですよ、この距離なら。ガードを固めています、秀樹。うまいですね、秀樹選手。ミドルで返します、浅原。リラックスして、早いので早いの。秀樹がまたプレッシャーをかけてきます。いいプレッシャーですね。ナイス。さあ出てください。うん、ボディ。今度は奥足蹴ってきました。秀樹がやはりローキックで試合を組み立てます。そうですね、ハイキック。秀樹選手あんまり、まあ、顎がそんなに打たれづらいタイプじゃないんで、結構今回ディフェンスかなり警戒してますね。はい、まあ、前回がね、やっぱりカウンターもらって負けましたから。そうですね、結構ディフェンス重視してる感じしますね。はい、ガード固めてますね。原口にはカウンターパンチをもらって倒れました。ハイキック、これはダウンだ、ダウンだ。左ハイキック、さあ左ハイが出ました。いや、聞いたんじゃないですかね、今良かったですね。ローとミドルで散らして、これは浅原も意表をつかれましたか。さあそしてミドルです。ハイキック、浅原さんしっかりしてますね。そうですね、まだ狙ってますね、これ。はい、秀樹選手入ってきたところミドル狙ってますよ、浅原選手。おっとジャブチーム出てくる、バックフローか。さあ内割り狙ってるか、浅原。あと1分です、第2ラウンド。バックロー、秀樹が出してきました。いいですね、秀樹選手焦ってないんでね。はい、しっかりガード固めてますね。うん、ハイキック、距離が縮まりました。効いてますね、浅田。効いてますか。効いてますね。不意に振るハイキックすごいですね。あ、距離が縮まります。ナイスジャブ、ジャブが当たってます。残りが30秒切ります、第2ラウンド。おっと、ギナギリ、ここで落ち着いてジャブとかローとかね、出していきたいですね、はい、秀樹選手は。そうですね、左リードしてるんで焦る必要ないですよ。顔面のガードを固めています。あ、いいガード、いいガード、ナイスガードですね。今日は顔面しっかりガードしてますよね。しっかりガードしてますね、はい、ブロッキングいいですね。秀樹のガードの良さが目立ちます。左、はい、また、さあ来た、さあどうだ、これはダウン。2度目のラウンドを取りました。さあこれでこのラウンドあと1回のダウンで負けになります。ここでゴングアップと大敗でしたね。2回目も、はい、第2ラウンドが終了しました。またもやこのラウンドダウンを取っています。ラウンド振り返ってみて、直樹さんいかがでしょうか。いや、良かったですね、この左ハイ、うん、もう完璧ですね。はい、もう左ローと左ミドルで散らしてね、フェイントかけながら左ハイ、もう定石通りのいい攻撃ですね。これはかなり秀樹としても楽になったんじゃないですか。そうですね、これだいぶ気持ち的に楽ですね。まあ、秀樹選手もね、KO で勝ってアピールしたいと思うんで、まあ、守り入らず多分に行進に行くと思うんで。から聞いてる。いや、福井さん、2度左ハイキックのダウンのシーンありましたけども、鮮やかでしたよね。すごかったですね、思いっきり体重かけてドーンっていう感じでしたね。秀樹としてはもうあとは仕留めるつもりでしょうか。あ、奥様の姿です。奥さんも気が気じゃないでしょうね。浅原選手はもう倒さなきゃいけないんで、もっと出てきますよね。そうでしょうね、最後のラウンドです。浅原としては追い込まれました。追い込まれた浅原はもう出るしかありません。さあミドルキックでどんどん出てくる。秀樹も攻撃の手を休めない。左の三日月と左のハイと走ってますね。ガードもいいですね。左フック、ガードいいですね。ガードしてます。浅原のパンチしっかりガード顔面固めています。ハイキック、これは浅原ガードしました。左ハイもまだ出してきます。ジャブ、振ってきます。残り時間がない。この浅原としては追い込まれましたね。そうですね、倒すしかないですよね。相当ミドルもらってます。効いてますよ。右のお腹
肌も真っ赤っかですね。福井さん、それでも笑ってるわけですよね、これね。そうですよね。あんだけ腹切られて効いちゃったらハイキック見えないよね。あ、左引くか。さあ左、グラついたか、グラついたか、膝、さあどうだ、倒れた、倒れた、ノックアウト。最後は KO で決めました、膝。すごい、秀樹ノックアウトで仕留めました。秀樹選手が戻ってきた感じしますね。そうですね。今日は振り返ってみると危ないところがありませんでした。強いですね、はい、かなり強かったです。さあ直樹さん、振り返ってみていかがでしょうか。いや、かなり強かったですね。いい時の秀樹選手が戻ってきてますよね。最後は膝でしたよね。そうですね、まあ、パンチ効いてそこからラッシュして、ね、まあ、蓄積で倒れた感じですかね。いや、すごいな。いや、これはもう結果内容とも文句なしと言ってもいいでしょう。まあ、前回の原口との試合、それからの白鳥君の試合ではね、スネをね、カットして TKO 負けという、なかなかこうついてないところもありました。そうですね、やっぱ強いですね。そのチャンスをものにできなかった秀樹がいよいよチャンスを自分の手で手繰り寄せることになるでしょうか。今日の結果内容どうなるですかね。これどうなるでしょう。もしかしたら戦うかもしれないですからね。そうですね、まあ、そのうちやると思いますよ、秀樹選手は。戦う可能性はないとは言えません。それでは見事メインを KO で締めて、それでは声を聞いてみましょう。コメントをいただきます、こんにちは、新宿レフティジムの秀樹です。メインいかがでしたか。勝ちにこだわらず KO にこだわって練習してきました、これでライズのアジアトーナメント4枠のうち1枠僕が出ても文句ないですよね。伊藤さん、お願いします。ライト級は僕が盛り上げますんで、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。そしてコロナに負けず皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。皆様、毎日の盛大な拍手をお送りください。選手会場、力強い言葉を残しました秀樹です。いや、文句ないでしょうということを言ってました。さあどうでしょうか。あとは、まあ、ナイズがどう判断するかというところです、今日はもう最高の結果とそして内容を残してくれました秀樹。あ、そして奥様の姿もあります。あ、中に赤ちゃんもいますからね。